ジョン・ヘンリー・ウィグモアジョン・ヘンリー・ウィグモアは、アメリカの法学者であり、証拠法の専門家、カリフォルニア州サンフランシスコ出身。ハーバード大学で学び、1883年に、AB を1884年に、AM を1887年に、LLB を取得した。ボストンで2年間弁護士として働いた後、慶応義塾で、アメリカ法の教授として大学部法律の解説に、 尽力した。慶応義塾大学部では、比較法や日本法を、特に、江戸時代の法を研究しその成果を表した。その後1893年にノースウェスタン大学法学部に招聘される。1901年から1929年にかけて法学部長を務めた。他に、アメリカ大学教授協会2代目、会長、米国放送協会の有力会員。 同協会国際比較法部会の初代座長等も務めた。また1909年には、警報学及び犯罪学に関する国内会議を組織し、アメリカ警報学犯罪学会を立ち上げた。その他、ノースウェスタン大学の航空法研究所やシカゴの科学捜査研究所の設立に参画、全米統一集法委員会全国会議や、全米統一集法委員会リノイ州会議の 活動に参加通した。1904年、エイトリーテス・オン・ザ・アングロ、アメリカン・システム・オブ・エビデンス・イン・トライアルズ・アット・コモン、ローを表した。この研究は、証拠法の進展について、後半に扱うもので、一般に、ウィグモアの証拠法として知られている。このウィグモアの証拠法は、今なお、コロンビア特別クレンポー地方裁判所を含む、アメリカの多く裁判所で採用されている上に、 日本の刑事手続きにも影響を及ぼしている。ありがとうございます。